い、皆さんこんにちは、バルカロールです。今日はね、ガレージの中でちょっと整備をしようと思ってやってきております。ちょっとね、ここのとこを見ていただきたいんですけど、今デイトナさんのスマホホルダー、こちらがついているんですけれども、実はねこれ見にくいんですよ。でこのドラレコの本体もね、ここのとこにもついてるんですけど、見えますかね。ちょっともうちょっとアップしましょうかね。こういう状態になってるんですね。このスマホホルダーの位置がちょっと気に入らないので改良していきたいと思います。なんでとりあえずオープニングどうぞ。ですけども、運転席に座るとこういう状態になるんですけれども、以前はデイトナさんのスマホホルダーじゃなくて別のホルダー使ってたんですね。でそれからアームが結構長かったので、もうちょっとねこの辺にあったんですよ。座るとスマホとメーターがねちょうどこう並んでるような感じで見えるようにできていたんですね。もうちょっとこういう風にしましょうかね。以前はこのドラレコの本体のところにですね、スマホホルダーがあるような、そういう状態にしていたんですけれども、今この後ろの方ですね、はい、かなり引いたところにスマホホルダーがあるんで、実際ちょっとね走行中に見にくいっていうのがありまして、ドラレコを作るにあたってですね、まあ、ちょっとこう横から見るとわかると思うんですけれども、このスマホのホルダーをつけるためのこのマウントですね、こいつをね自作してつけているんですけれども、かなり急増なね作りになっているんで、かっこ悪いことになってるんですけど、これをねできればこのドラレコの本体とスマホのホルダーですね、この位置をね入れ替えたいなっていうのが、まあ以前からあったんですよ。でですね、まあこれ入れ替えるにあたって、じゃあどういう風に入れ替えようかなっていうことを考えた時に、結局ですねこのマウントを作り替えるしかないんですよね。今回ねこういうのまた自作してきました。はい、ちょっともうちょっと見ますかね。はい、こんな感じで、今回はねアルミで、全部アルミで作りました。ホームセンターで売ってる工作用に売ってるアルミの板、はい、あれを買ってきて、で削り出してですね、あの熱を加えて折り曲げて穴開けてね、で、この真ん中のシャフト、これはあのやっぱりホームセンターで売ってるアルミの丸棒ですね、こいつを削り込んで、で、これがっちり今固定できてる状態なんですけども、このところに溝をつけまして、でこのアルミのシャフトにこの溝にはまるようにこうボッチを作って差し込んで、で両側からボルトナットでね、固定してがっちり押さえている、まあ、そういう状態になってます。まだちょっとね塗装があんまりしっかり乾いてないような気がするんですけれども、手持ち無駄さになっちゃったんで取り付けていこうと思います。じゃあ早速ね作業の方開始していきましょう。じゃあまずはねこのドラレコ、これ今両面テープでくっついてますんで、これをね剥がしていくところからやっていきたいと思います。剥がすのにはねこういうヘラ使ってね外していきます。しっかりついてますね、かなりしっかりついてますね、なかなか手強いですね。剥がれましたね、よいしょ、なかなかしっかりついてましたね。そしたら今度はこのホルダーを外していきましょうかね。まあ、このデイトナさんのスマホホルダーがねかなりこうよくできてるんですよね。はい、取り外しがねできました。ちょっとねパーツが結構細かいものがついてますんで、なくさないようにねしっかり保管しておきたいと思います。そしたらねこのマウントの方を外していきます。よし、はい、これでねマウントの方ね外れました。誰か欲しい人いるのかなこれまあさすがにいないんでしょうけどね、まあこれゴミですね。はい、そしたらね新しいマウントの方とですね合うかな、あ若干ちょっと合わないですね、この部分が狭いですね。この部分をねちょっと削り込んでこいと思います。はい、ちょっと合わなかったんで今グラインダーでねここのとこを削ってタッチアップしてきました。はい、これでねはいぴったり合いますね。でこれで取り付けていきたいと思います。でその前にですねここの部分ですね、ここの部分本体がねここに入り込むように
なりますので、先にこの接する部分にね両面テープをつけていきます。はい、両面テープはの外装パーツ用のこちらのものね、超強力タイプなんでこちら使っていきます。まあ大体ですけどね、こんな感じで、はい、両面テープつきました。でちょっとね、先に下側と真ん中だけ外しておきましょうかね。じゃあ多分ねつけらんなくなっちゃうと思うんで、じゃあスペーサーを置いて、で、ボルトで固定していきます。結構ね大きめなんですよね今回は。よし、はい、こんな感じでつきました。そしたら今度本体の方ねつけていきましょうかね。今回はねこういう風にちょうどよくこうメモリースロットがねスロットカードが外せるような、そういう風に作りましたんで差し込みます。はい、こんな感じで、よし、なんとか良さそうですね、うん、よし、この辺のコード関係はね後で調整します。あと今回ねもう一つここのとこに、USB のね充電器ついてるんですけども、ちょっとここだとねあんまり使い勝手が良くないのでね、これを移設していきます。よいしょ。で、この状態でハンドル切って当たらなければ特に問題はないんですけどね、なんとか良さそうですね。こいつ邪魔になるんでこっち側の方にねタイラップで止めちゃいましょうかね。よし、じゃあねこいつらハンドルに当たんないようにここでタイラップで止めちゃいます。これでよっぽど大丈夫でしょうね、よし。じゃあ今度はね先にこいつ止めようかな。こういう風に止めたいんですけどね。はい、これで止まりました。今度 USB のこのコードが邪魔にならないように、はい、これでよっぽど邪魔にはならないでしょうね。で最後にねこちらのホルダーの方をつけていきます。今回使ったねこのシャフトが 25mm なんですよね。なのでちょっと大きいのかな。付属のゴム板だとうまくつかないんで、ホームセンで買ってきたこのゴム板をね代用しようと思います。よし、なんかこんな感じでいけそうな気がします。じゃあ行ってみましょうかね。よし、これどうかな、うん、お、なんとかちょうどいい感じですね。よし、じゃあこれで止めていきます。よし、取り付けはね完了しました。ふぅ、なかなか手間でしたね。じゃあちょっとね各部をね増し締めしていきましょうかね。走った時に取れちゃうといけないんで、よし、こんな感じで OK でしょう。じゃあカバー戻していきましょうかね。はい、じゃあこれで取り付けの方がね完了しました。もう最初の方と最初の方と比べるとねかなりすっきりしましたね。見ていただこうかな。はい、こんな感じにね仕上がりましたね。で運転席に座るとどんな感じかっていうと、はい、シートに座るとこんな感じで見えます。実際にはねもうちょっとこう前傾になるんで、ちょっとねまたがって私の目線でねやっていただこうかな。こんな風な感じに、ね、なりますね。はい、なんで、スマホがこういう風にねこんな感じですね。これでねかなり見やすくなったんじゃないかなと思います。なんていうかドラレコの本体がここに見えてたんで、なんかねすごい嫌な感じだったんですよね、ですけどもうほとんどねこういう風に覗き込まないとわからない状態になってますんで、これあの落下防止ですね、こうやって覗き込まないとねわかんないような状態になりましたんで、ね、これかなりいいんじゃないかなと思います。あとキーもねこの方が回しやすいですよね多分、はい、こんな感じでねあのかなりいい感じのマウントがね今回完成したんじゃないかなと、思いますね。はいはい、ということでね、今回のこの取り付けの動画いかがだったでしょうか。まあ、結構ね私こういうの好きでね自作で、こういうパーツ自分で作ってはねいろいろと検証したりなんかねしてるんですけどね、皆さんもこう暇な時間を見つけてはね
自分で自作のパーツやなんか作ってね、やってみてはいかがでしょうか。まあちょっとね、こう本当作ってる動画を、まあ、撮ってたはずなんですけども、あんまりいい動画じゃなくて、作ってる時の動画はね、捨てちゃいました。はい、削除しちゃいました。まああんま良くないのは分かってるんですけどね、そういうのはね。うん、なんですけどもね、皆さんもこう自作でパーツ作ってね、こうやって遊んでみてはいかがでしょうかね。なかなか結構こうやってやると、達成感もありますしね。よりこう自分のバイクに愛着湧いたりなんかするんで、いいんじゃないでしょうか。というわけで、この動画がいいなと思った方はぜひともね、高評価とチャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、バルカロールでした。皆さん楽しいバイクライフをお過ごしください。さよなら。これかな。